お盆特別企画と題しまして、8月12日から15日まで4日連続でこれから株式投資を行う方向けに無料のオンラインセミナーを配信いたします。ラジオ日経解説員の鎌田真一さんにお話を伺います。鎌田さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はあの私も一視聴者的目線でお話を聞きたいと思いますので、どんどんご批判をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はいはい、今回もあの決算のポイント、株式投資にどう生かすのかという視点でですね、はい、皆様に、有益な情報をお伝えしたいなと思ってるんですけれども、はい、今回の決算のまず、需要動向、巣ごもり需要、こちらがもうほぼ終了したという観点で、需要の悪くなっているもの、パソコン、テレビ、ゲーム関連、こうやってお家で楽しむために家電が売れる、ゲームが売れる、こういった需要が、今もう一巡したということ、はい、これ世界のバックボーンとして覚えておきたいと思います。それで直近で7月以降に半導体の売上高、出荷動向が急減速しているということ、これ今週明らかになったホットなニュースとしてお伝えしたいなと思ってます。はい、そういった中で当然でも上がる株は日本株の中でもたくさんあるわけで、それをどういう視点で選択していけばいいのかということで、そして投資姿勢の中の、まあ、結論ですけれども、 あまり悲観に傾かず、かといって楽観にも傾かずというようなことを一つの投資姿勢の結論に持っていくことになるのかなと思ってます。はい、ではまず最初の巣ごもり特需が終了しているというお話、はい、半導体も関係してきますね。そうです、ここで、やはり、今週のニュースなんですよね。9日アメリカ時間の火曜日になりますけれども、メモリーの最大手のマイクロンの8月で占める業績の見通し、これですね、下限が68億ドルなんですよ。上限が78億ドルあって、78から68億ドルの間の売上高を考えていたんですが、この下限を下回るだろうということをマイクロンは発表しました。うん、で3月から5月の実績が86億ドルあったのに、6月から8月は68億ドルを下回るということですから、まあ、相当6月8月の、この半導体売上、メモリーの売上が減ってるということですよね。はい、でさらにマイクロンの発表によると、その先9月11月の売上についても8月締めの3ヶ月よりも減少する。それで、決算期というのが8月が本決算の会社なんですが、設備投資は今年度よりも減らしていくぞという、そういった発表をしてます。結構こうあの半導体への売上投資を考える上でネガティブなニュースが今週発表されたという形になります。はい、これがマイクロンでした。はい、で1日前に NVIDIA、 先ほどのゲームの売上が減少しているということとまさにストレートにつながってくるんですけど、ゲーム向けの半導体に強い NVIDIA が81億ドルの売上高計画だった集計中の、この決算を、これが、67億ドルになるということを発表しています。はい、随分これも下振れ大きいですよね。ゲーム関連が動きが落ちるということでですね、この辺り日本企業だと任天堂ですとか、あのソニーのゲーム事業ですとかね、そういったものを見ながら、この辺りを意識した人も多かったのかなと思ってます。はい、そして今日鈴木さんのニュースにも出てきました東京エレクトロンですが、はい、こちら売上は増えますけれども営業利益が下方修正、この後ろ倒しになっている、半導体製造装置の出荷が後ろ倒しになっているというそういう状況が明らかになって、今週株価の方の下落が、火曜日水曜日と非常に厳しい値動きを見せたのが東京エレクトロン。これを受けて半導体関連株がですね、日本の市場でも、山の日の前の火曜日水曜日、はい、よく下げたという状況です。はい、しかし、はい、何でしょう。いや、一筋縄でいかないのが今の株式市場です。はい、この金曜日の株価を見ると半導体関連株がですね、非常に強くなりました。半導体関連株、金曜日は強くなりました。これで、ここで10日に出てきたニュースはですね、TSMC が7月の月次売上高を発表したんですが、それが2ヶ月ぶりに最高を更新、1年前の7月の売上に対して 50% 売上が増えるというような、そういう実績を見せて、 TSMC の場合は
半導体の出荷量が非常に好調だということで、山の日の翌日金曜日の株価というのは半導体関連株が上がっているという状態です、はい、そしてマイクロンについてもですね、先ほど来年の投資などは減らすということが会社側で明らかにしたんですが、ただこれはアメリカの国策とも絡んで同じ下方修正の9日と同じ日に2030年これから10年間に400億ドル、400億ドルって大体5兆円は軽く今のレートだと上回りますね、5兆円以上投じてアメリカに新しい工場を新設し、それでまあ国策に合わせて、アメリカの国家安全保障、そしてサプライチェーン、こちらを強くするというような役割を担う、それで今メモリーの中でのアメリカの生産が 2% 未満なんですけれども、それを10年後 10% に持っていくということで、アメリカの国策に合わせたアメリカ国内の半導体投資、こちらを増やすということを発表しています。だから中期では増えるっていうことなんでしょうね、はい、これ半導体の投資額については。さらにレーザーテックというこの日本でも毎日のように売買代金がトップになっている会社なんですけど、この会社が半導体の露光装置向けの検査装置で強い会社として知られていまして、これの会社が6月の本決算会社です。6月の本決算会社で、今回、受注高が前期は3倍近くになって、新しい年度も3000億円の受注高を発表しました。で、売上が今回830億の実績だったものに対して1400億になる。で、ただ受注と売上のバランスがまだまだ全然違うんですね、はい、で、受注残高については今年度の来年の6月末には5300億円近くになる。去年の年商が830億円、一体いつ届くのか、これだけ受注者があっていつ私の会社に半導体製造装置が届くのかっていうぐらい、これ受注高が膨らんでる。そうですね、今回の決算で機械セクターとか自動車なんかも、特にそうでしたけど、受注はたくさん入る、はい、だけど半導体物不足で、半導体会社はその中核なんですが、物不足で売上として出ていかないっていう、受注は多いんだけど売上がなかなか出ていかないっていうのはたくさん見られてるんですが、しかしレーザーテックの場合はその受注残が3000億円で、今期の売上見通しありますように1400億円ですから、かなり抱えてますよね。これだけ抱えているということは、まだこれからの売上が増えていかざるを得ないという、そういうことにはつながるかと思います。これもまた3年ぐらいの単位で考えると、やっぱり物は欲しいってことなんですね、半導体製造装置については、はい、短期的な株価で見てみますと、この株は、ね、強かったんですよ、はい、強かったんですけど、今週、また東京エレクトロンのショックで安くなって、という、それで金曜日は持ち直したという、そういう展開ですね、はい、非常に動きが激しいです。というところで半導体のまとめお願いします。はい、短期的にこの需要の急ブレーキがマイクロンやエヌビディアの、業績ガイダンスから出てるっていうことは、これは注意が必要です。本当。ただ長期的には、やはり、投資の動向を見ると成長するというような形で、ここで一つの結論です。株価っていうのは短期のニュースに対して非常に動きが激しいというのがその傾向にあるわけですけれども、その激しい動きをしながらも、中期で見ると株価はその中期の動きに修練していくというようなことを考えて、短期的な動きを見ながら過度な悲観に傾かず、で過度な楽観も抱かずというような、そんなことを胸の中に置いておきたいなと考えております。はい、では具体的にどういうところを物色していけばいいのか、グロースかバリューかというところ、これがですね、やはり、今半導体関連などを軸に、7月の末までにかけてはグロース株の方が金融引き締めのペース鈍化ということを理由に結構強くなって、日経平均も上がったというのが現状で、ただ決算発表を受けて半導体関連株が崩れて、どちらかというとバリュー株の方で買われるような銘柄が目立っているということ、ここも抑えなければいけないというような形で、個別企業の内容などをお伝えしていきたいなと思います。はい、海運会社です。
こちらが、はい、非常に良い状態になりました。あのコンテナ市場が下がる、先行きは下がるだろうと見ていたものがなかなか下がらない。これいいことなんですけどね、海運会社にとってみると。みんなあの3社揃って増額修正、そして増配を発表いたしました。この増額修正の幅も大きいです。これみんなあの、持ち分法会社のオーシャンネットワークエクスプレスというコンテナ会社の、価格が高止まりしているというような状況、ここがあの続いているという中で、株価の方も強くなっている会社が目立ちますよね。はい、朝鮮三井の株価を見てみましょう。はい、ここの高値、抜いてきているという、今回 の, ケースあの情報修正で抜いてきているという形、増配で抜いてきているという形です。ただ商船三井はですね、毎度毎度なんですけれども、はい、これから先荷動きが鈍るであろう、世界景気が悪くなって、それで、来年の 1,3 月以降を市況は大きく落ちてコロナ前に戻るっていうような感じで、そうですか、ずっと弱いんですよ。見通しは弱く立ててるんですよ。ダブスコンテナ船の市況は強いんですよ。なんか3ヶ月前か6ヶ月前か同じ話聞きましたね、これ申し上げて、うん、で岡崎さんはその時に、うん、そんなに下がんないんじゃないかっていうことで見てましたね。社長コメントもあの時にはね、嘘をつくというので、はい、なかなかだから見極めるのが難しいという状況なのかなというふうに受け止めております、はい、でそういう状況の中で、この住友林業、こちらもですね決算発表を受けてよく上がった株です、はい、これはですね、あの前もこちらもアメリカの住宅関連株の PER が低いっていうことで、お伝えした株です。アメリカの住宅関連株の PER が4倍とか5倍になってるというようなことをこの番組で取り上げた経緯があります。それだけ先行きの住宅の状況が高くて買えない、住宅消費が落ちるということをアメリカでは警戒しているということを申し上げました。で住友林業は経常利益の9割近くをですね海外事業で稼いでいる実は会社でして、はい、今回12月期の見通しを結構大幅に上方修正しました。アメリカで住宅の価格が上がって利益が増えているぞということを発表いたしました。で1株利益500円になるという見通し、で株価がですね500円になるぞという見通しを発表した時、はい、2000円台で4倍の PER になっちゃった。それで株価は上がった。でもなんかこれ日足を見ると陰線なのは気になるんですけどね。だから5倍になったものが、あ、4倍の PER が5倍になればここまで行くんですけどね、2500円まで行くんですけど、ここがどのぐらいまで伸びるかということがですね、アメリカの住宅のこれからの市況などを見る上で一つのポイントになるのかなと思ってます。だからバリューでも上がった株、これでやっぱり出てきてるわけなんですよ。だからこれがバリューの反応がいいっていうことで、これの株もですね、あの石炭の市況もですね、海運市況と同じように、この番組の中で石炭の市況は結構落ちるぞというふうに三井松島あたりが見てますよっていう話をしましたら、その三井松島もかなり、高決算になって、そうですね、で営業利益89億円の増額っていうのは140億円ぐらいだったものが230億円になる、はい、で配当もこれだけ増やす。で石炭の市況が海運市況と同様に、はい、かなり強くなっている。予想してたのが200ドルだったのが315ドル、はい、でもね数量減ってるんですよ、うん、数量減ってるんです、石炭の数量、なんか物を燃やすっていう、そういった需要は減ってるわけですよ。燃やすための石炭のトン、これは減ってる。でも価格が上がって上方修正、結構海運と似てますね。このあたりもね、価格が上がってるという状況です。これだから価格が上がってるというような状況で、利益が増えるような会社は買われる面はあったという形ですよね、うん、だからこれもですねちょっとね、でもやっぱり上げ一方じゃないんですね。強烈に窓を開けて上がったけれども、その後短期的な話ではになりますけれども、ややちょっとこの鈍った動きっていうのは気になるかなというふうに思った、はい、うん、これがこういったあの海運だとか石炭やあの住宅関係、こちらがもっと上がるというようなことになると、あのバリュー
それから経済に対してももうちょっと前向きな見方をした方がいいなというそんな観点で、考えられるわけですよね、だからこれがバリューかグロースかの分かれ目の占う上での一つ の, あの注目点だと思います。なるほど。そして日コンと TDK もありますね。これですね、電子部品会社というのは株価の動きがあんまり良くなかった株なんですけれども、はい、この日コン、日コンのコンっていうのはですね、これがコンデンサーのコンなんですね、電池を貯めるコンデンサーのコン、日本コンデンサー、それが日コンで、決算が非常に良かった。で TDK 今電池事業が主力になっている会社ですが、こちらも非常にいい決算になった。で株価の動きなんかがですね、日コン、まあこれは決算発表も結構窓を開けて上がってます、コンデンサーの日コン、はい、でTDK もこの電子部品会社の中だとですね、図抜けて強い値動きをしているというのが TDK、はい、でこの2銘柄を見る上で、一つのキーワードになるのが家庭用蓄電システム。ほう、この両社ともですね、家庭用の蓄電システム関連の電子部品の需要が強いということが高決算に表れてるんですよ。へ、家で電池を貯める、はい、これ電気代が高くなって、今日本国民電気代高くなってお金がそれに取られるのは嫌ですよね。そうですね。そのために、この蓄電システムですとかがこれから家庭に向けて市場が拡大する、ここをですね、ぜひ覚えておきたいなというふうに思ってます。いろいろな会社の物色対象を考える上で参考になるんじゃないですか。蓄電システム、省電、省エネ、このあたりですね。はい、岡崎さんお話伺いましたが、うん、最後のこれもう一声なんか大好きもう一声、うん、コンデンサーっていうとですね、電池を貯める部材になりますよね。で電池を貯めるというようなことっていうの発想でいうとですね、例えばあの日本外資ですとかね、うんうんうん、あのエネルギーを有効に使うというようなこと、うんうんうん、まあ、このテーマで、エネルギー関係を見ていくといいのではないのかなというふうに思ってます、まあ、特に今回日コンと TDK に通じるのはやっぱり EVですね、はい、これまで電子部品、家電製品向けにオーディオ向けに随分出てたんですが、コンデンサーが今回はやっぱりどちらも蓄電システムももちろんそうですけど、 EV 向けにかなり伸びているというのが確認できましたよね、うん、はい、月曜日最終需要がゲームから、うん、その他のものに移っていってるっていうことですね。そうですね、あのゲーム、テレビ、うん、それから家で使われるパソコンですとかから、あのむしろ省エネやエネルギーの価格が上がったことに対応するような需要、うん、こちらが増えてきていて、株式投資の対象もそっちの方を見ていくということが結論になるのかなと思ってます。一つストーリーが見えてきましたね、鎌田さんありがとうございました。ありがとうございました。お盆特別企画と題しまして、8月12日から15日まで4日連続でこれから株式投資を行う方向けに無料のオンラインセミナーを配信いたします。